はい、南の5番ですね。パー4で270ヤードになってます。こちらとあの白旗本当に狙いで行こうかな。白旗とバンカー前真ん中ぐらいを私はちょっと右行きやすいんで狙います。はい、お、結構右行っちゃった。うん、でもあるけど戻れ。お、ナイスキック、いいね、ナイスキック。よしよしよし、よかった。他で次行きましょう。ちょっとあれじゃない、アサミゴルフクラブさん好きになってきてない？好きよ、ね、実際好きです。いいよね、なんかこうご飯も美味しいし、ね、綺麗だし広いし。おー、いいとこある、ある、いいとこある。はい、最高っすね。いいですね。手前のバンカーが気になるけど。そうですね、あれかな、うん、ちょっと距離があるのかな。これは距離あるのでちょっと刻む方向で、ユーティリティでやっぱちょっと右狙いというよりか右に出ちゃうくらいな感じでいきます。旗を狙って結果ちょっと右に私は行っちゃうっていう想定で。お、いいんじゃない？え、何？どうした？なんか今日良くない？調子。うん、やばい。めっちゃいいやん。グリーン周りとパターもさ、うん、ちょっと前より安定してる感じがする。確かにそうですね。うん、前回やらかしがない。まあ、うん、あと本当数ホールだから頑張れば。マジであるかもしれない。50切り。うん、やばいね。ハーフ50切り。すごい。ここはもう目視でやるってさっき、まあ、森先生言ってた。どっちかっていうとちょっと右に落ちた方がいいか。うまいんだけど。ね、あーちゃー。いや、いいでしょ、いいでしょ。あんな柔らかいボールが、本当。ほら、あとちょっと行けば、うん、あそこから転がってっていう感じだったね。え、すごい。手前がどんだけ食うかな。こんぐらいで行く。いいじゃん。あら、なんかオッケーなんだよね。でも入れたいでしょ。いただけるので、まあ入れたい、入れたいです。入れれるし。ちょ、怖い。うまい、うまい。ちょっと怖かったね。ナイスボギーです。ありがとうございます。嘘でしょ。ナイスボギーです。Thank you。 やった、いいですね。サミゴルフクラブさん好きだわ。ありがとうございます。どっち、どっちの誰。どっちの誰。じゃあ次は南の6番パー5ですね。399ヤードって出てますね。まあ、ここはもう本当に開けてるので気持ちよく打ちたいなと、何も考えずにいきます。ナイス。右にキックしちゃったけど、でもなんか次に狙いやすいかな。いいですね、行きましょう。打ち上げだからボール上がってないように見えたけど、実際結構上がってると思うんだよ、うん、普通ぐらい。打ち上げってちょっと分かりにくいですね、うん、グリーンまで294ヤードなので、まだまだユーティリティでやりたいと思います。はい、なんか手前にバンカーとかもないみたいなので、まっすぐ打ちます。ちょっと足平らじゃなかったですもんね。斜面があったから、ちょっと気持ち入れ替えてもう一回。もう一回キックしろ。戻れ。よし、戻った戻った。戻ってる戻ってる。ナイスナイス。いいぞ。いい感じで戻った。ナイスです。ますます悔しいけどしょうがない。あ、姉ちゃん、そういえば上は上は。かわいいですよね。なんすかこれ。これあの NBB ウィークエンドって言って、あのパーリーゲイツとかと同じ会社から出てるやつなんですけど、の新作です。
かわいいですよね。なんか結構今風な、うん、なんかちょっとこう韓国ペースがちょっと入ってる感じ。かわいいんですよここ。もう唯一無二なデザインが多くて。確かに確かに。プレゼントとかしたらおしゃれだねって多分なると思うので。なるほど。ちょっとぐるっと回って決めポーズで。行きましょう。回って決めポーズっていう指示が雑いし無理だし。ブリッコしてる。ブリッコ。そうですよ。ブリッコしてる。無理だし。初めて見た。そうですよね。うん、いやもうインスタとかすごい可愛いので見てもらいたいです、うん、みんなに。あ、めっちゃいいところ。あ、結構キックちゃんとしてる。ピンまで177ヤードとかあるのでまだまだユーティリティでやります。はい、ちょっと左向いて右に、よいしょ。おお、どうなっちゃってるんだろう。大丈夫。ありますよね、うん、多分いいとこまで転がってると思う。下だから見えないけど確かに転がっててほしいな、下ってるから。ここね、グリーン周りでね、うん、ミスったっつよ、100均の時。やばいじゃん、パーンしたよこれ。ちょっと、どうした、ちょっと、あーすいません硬くなっちゃうね。いやいや、照れちゃう。照れちゃう。歌わけじゃないの今だ。照れるの早いよ。フレー振り切る、うん。なんか持ってるね。何も言えない。先生、先生、何も言えない。先生ねえ、そこまで計算できん。なんかこんなにこんなに緩い試験ないよ、もう。よかった、結構右行っちゃったかなと思ったけど、うん、そう、なんかいい感じの。また中心にやってますね。スライサーにちょっと優しい感じ。確かに、ね、跳ね返ってくるから。ちょっと左は分かんないけど傾斜があるから。うわ、つま先下がりか。つま先下がりはちょっと右目にボールを置く。いきます。うわ、左行っちゃった。うん、でもあるから全然いいでしょ。はい、パー5だからね、ちょっと長いから、まあ、そうですね、打ってる感じするけど。いきます。お、ちょっと大きいか。まあまあまあ、うん、絶妙絶妙。ここ難しいね、ちょうどあれなんだね、こう頂点になってるんだね。はい、うまく止めないとですね、食らっちゃう、難しい。うわ、これ方向わかんないな。右、左か。結構しっかりめに。強いか。何やってるんだ。行ったり来たりしちゃってますね。いや、これは良くない流れだな。ここ登ってるから入り、よし、ナイスです。ナイスじゃないけど、何パット？6で乗ったよ。で、1、あれどこか、あ、1、2、3、4、10。まあまだ残りあとちょっとあるから面白くなってきたんじゃん。タケタはプライベートでも結構久々ですわ。何、そう、なんか上手くなっちゃったぶってですか。いやタケタは叩かないようにってこうやってたんですよ。いいよいいよ、ここまで頑張った頑張った。マジか。多分視聴者さんもちょっとみーちゃんの見てるの、ほっ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 はーってなってると思う。いや俺もなったもん。やだわ、楽しかった。いや、10か、久々だわ本当に。まあ、ね、前と違うのは残りちょっとしっかり、そうですね、うん、真面目にやりました。前と違うのは
マイナス違うのは10、10ってならないことですね。10パーとかを取れるっていう。10パーパーを取れるポテンシャルはあるよっていうところが前回とは変わってる。ここは木に当たって池に落ちたホールですけどね。パーそうでしたっけ。10パーだもんね。あ、木に当たったやつ。リベンジ。あ、こここそ GT4 の出番ですよ。こここそ確かに。はい、南の7番パー4で250ヤードです。うん、うん、右ドッグで多分直線でかってるからちょっと短くなっちゃってるのかな。うんうん、あ、そういうことですね。うん、あそこのちょうど曲がってるところで120ヤードだ。飛びすぎちゃうのかな。そんなことないよね。あ、違う、188だ。あの曲がってるところで、なので、まあ本当にあのここ狙いにします。うん、旗よりも右狙いですね。あの、でいきます。うん、ちょっと音は良くないけど、まあまあまあいいですね。 OKOK、 ナイスです。はい、グリーンまで160。うん、ここはちょっと池とバンカーがあって、うん、インちゃんの距離だと逃げた方がいいと思うけど。確かにコースなりに行った方が安牌かもしれん。うん、こっち狙います。はい、こっちかな。いいじゃん、いいじゃん。ナイスナイスナイス。いけよかったです、よかったです。オッケーオッケー、結構いったね。うん、打ちやすいよ、打ちやすい。次よかったよかった。全部避けれんじゃん。当たり悪いけどいいところですね。合言葉はあれだよね、10の次はパーなんだよね。あ、ですね。その後のホールパー取れるよっていう話ですね。え、10の後の次のホールがパー、次のその次っていうイメージですね、どっちかっていうと。その中のどこか取れるよみたいな。そうっすか。次じゃないです、次ですね。でもそれでもいいんですか。あと3ホールぐらいしかないですけど。だって今2打目でしょ。今7だから789。逃げちゃったもんな、池逃げなきゃよかったんだよ。いやこれ逃げてなかったら入ってるからね。確かに逃げてますね。また入ってそうですね。何言ってるか。ちなみに前回はあの木に当たってあっちの違う方で池に入ったから。私が一瞬パッと思ったのは、はい、地形だけ低めの球でここに落としてコロコロって行ってくれればいいなっていう感じ。うん、さ、おお絶妙なとこに落ちましたね。頑張りましょう。行きましょう。ここに来て若干の放題。うん、ちょっと2つ持っていくか。右にバンカーがちょっと私は嫌ですね。まあでも、あ、93、グリーンまで93とかなんで、90、93、9番でいきます。でもあのピン狙わない方がいいよ。ピンより左の方がいいよ。左、はい、多分落ちてバンカーになると思う。うん、ですね。ちょっと待って、頑張れ。結構短いですね。さっきまた30ヤードだ。次3度のハーフ。乗らないか。大きいか。うん、です。5オン。はい、あー読めてたけどタッチかな。悔しい。うまい。よかった、よかった、よかった。セーフ。7ですね。はいはい、頑張りました。途中のミスもありましたからね。ユーティリティ